はい、皆さんこんばんは、はじきや元禄でございます。2021年、2月12日の金曜日ですね、午後6時を回りました。というわけで、何回目かな、忘れましたけど、多分20回目というか、テスト配信からの最初から数えて、まあ20回目、もうちょっと20回もいかないですかね。まあ正確な回数はわからないですが、ツイキャスライブ配信を開始したいと思います。では1曲目はですね、In the Flower Garden というオリジナル曲を聴いてください。
そういったわけで1曲目は、私のオリジナル曲、インナフラワーガーデンでした。まあミスもかなりあったと思いますが、では続きましてはですね、ちょっとまたギターをチェンジします。チック・コリアさんが亡くなられましてね、まあ私もそんなにねチック・コリアさんの音楽を聴きまくってたというわけじゃないんですが、まあ70年代のあのリターン・トゥ・フォーエバーというバンドね、そこにはね、まあ早弾きで有名なアル・ディメオラさんという方とかね、ビル・コナーズさんという、まあ、ギタリストねいらっしゃったり、またスタンリー・クラークさんというね、もう本当にジャコ・パストリアさんと並ぶ、まあ、ベースの巨匠の方がいらっしゃったね。まあスタンリー・クラークさんは、まあ、ジェフ・ウェックさんとも共演なさったりとかね、まあそれでまあ80年代にはエレクトリックバンドっていうのね、そこにはね、まあスコット・ヘンダーソンさんとかね、だらけあのフランク・ギャンバルさんってね、スイープ・ペッキングの名人がいらっしゃったね。まあそんな感じで、まあチック・コリアさん自体の、まあもちろんピアノとかキーボードも素晴らしいんですが、まあそのバンドにいらっしゃった方のプレイヤーのね演奏とかにものすごく憧れを感じておりましたね。そんなわけでね、まあチック・コリアさんの曲をやりたいところですが、それはちょっと用意してなかったんで、ですね、デイブ・ブルベック・カルテットの5拍子のね、テイク5という有名なジャズの曲がありますんでね、それをやりたいと思います。サックスの人、これ曲を書いたのは、サックスのポール・ナインさん、ちょっと名前忘れたけど、まあそんなわけで、デイブ・ブルベック・カルテットの、テイク5を、ちょっと、フュージョンというかね、ロックっぽくアレンジしたやつをやりたいと思います。
そんなわけで、デイブ・ブルーベックさんのカルテットの、テイク5をね、まあなかなか難しいですねちょっと最後もね、決めのフレーズがあったんですが、ちょっと失敗しちゃいましたね。そんなわけで、まあこのコーナーはこれで終わりたいと思います。って何のコーナーかわかりませんが、まあね、チック・コリアさんも亡くなられましたけど、あの日本ではね、あの森山修一郎さんというね、まあ、大ベテランの声優さん亡くなられましてね、まあ、森山修一郎さんね、まあ一番新しい私の記憶では去年の4月からやってたあの朝ドラのね、エールですね、あれにまあ主人公、久保田正孝さんが演じてる主人公のおじいさんの役ね、まああんまりいいおじいさんじゃなかったんですがその役で出てられたのが私が見た一番最後に出演されてたやつですかね。まあ森山修一郎さんといえば、まあ俳優としても有名ですが、 もちろん声優としてもね、あのまあ私たちの世代ではやっぱり刑事コジャックですね、あのテリーサバラスさんがやってたあの刑事コジャックでね、まあテリーサバラスさんが出てたあのコーヒーの CM があったんですね。コーヒーね、なんでネスカフェじゃないと思うけど、何のコーヒーだか忘れましたけど、うまいコーヒーを飲んでるやつは誰だみたいなね、まあそこまでね、もう私もかなり声は低い方だと思うんですが、地声は低い方だと思うんですが、あのさすがに森山修一郎さんほどのね、低くてなんていうんですかね、ズンとくるというかね、もう渋いというか、もうね、クールの極みみたいな声は出せませんね。まあそんなわけでね、まあチッコーリアさんが亡くなられて、まあ森山修一郎さんもちょっと前に亡くなられて、でね、まあ次にお届けする曲はね、もう24年前に亡くなられた、あのもうすごいね、アコギのね、アコギ界のもうなんていうか革命の革命ギタリストみたいな人だね。それまでのあのアコギの弾き方をの常識を覆した、それでインストをやってたね、あのマイケル・ヘッジスさんという方ね、この方はもう24年前、1997年だったと思うんですが、まあ、自動車事故で亡くなられてね、まあ、そこからもう24年経ってるわけですが、まあ、その方のねインスト曲っていうのはちょっと私はね用意かんのでねまあでその人ね、まあインストもすごいんですが、途中からね歌物にも挑戦するようになりましてね、まあ歌もうまいんですよその人でね。まあその弾き語りの曲をやるんですが、まあその人がやってるチューニングとは全然違うチューニングであるんで、ちょっとかなり、まあおまけに私はエレキですから全然サウンドも違うと思うんですが、で、まあ、もちろん歌もそんなマイケルさんのようなもう天使のような声じゃないですから、まあ違うと思うんですが、まあその、マイケル・ヘッジさんのオリジナル曲で Face Yourself という曲をちょっとやって出させていただきたいと思います。いきます。
Open and run See gone My cat's eyes open Zero one zero 984 Just say I'm gone Down away マイケル・ヘッジさんの Face Yourself という曲をやりました。ね、弾いててね、こうやってね、どういうかな、このポジション、このね、フロントピックアップのセレクター、セレクトにしてんだ、してたんです、弾いて、して、あの、こうやって弾いてたんですが、途中で、こうやって弾いてるやつがこう当たってね、なんかこの辺まで、あの、セレクターがちょっと移動しちゃってですね、ちょっと、ピックアップがこっちに、このピックアップに変わって、ね、ちょっとサウンドが途中で変わっちゃってて、なんか変な感じになりましたけど、まあまあいいんじゃないですかね。そんなわけで、2021年、2月12日金曜日の、なんだっけ、はじけや元禄、自分の名前忘れちゃいけません。はじけや元禄の、ツイキャスライブ配信をこれでお開きにしたいと思います。どうもありがとうございました。またね、近いうちにさせていただきたいと思いますんで、その時もよろしくお願いいたします。ではどうもありがとうございました。失礼します。